はい、どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回の講義はですね、いつものような形ではなくって、先日一旦締め切りましたけども、スタート100というね、舞姫大学のナミさんからご紹介いただいたコンテンツなんですけども、こちらの方がね、募集を一旦締め切ったわけなんですよ。で、LINE のね、補足説明などございましたんで、そちらの方の動画も概要欄に貼り付けてますんで、ご覧いただきたいわけですけども、今後もこのシリーズ、セールスをされることが予想されます。年末とか年始になりますと、やっぱりね、多くの方が、新しい土地、2024年に向けての問題解決をしたりとかね、今年の1年、十分できなかった2023年の総括をした時に、やっぱり何か、新しいバックアップ商品を、ちょっと手に入れたいなっていう風なね、欲求が来るのは、まあ自然なことだと思うんですよ。特に私の動画をご覧の皆様っていうのは、お金の問題解決をしておきたいっていう風に考えてらっしゃる方が多いと思います。年代としてはやっぱり50代とかね、そのあたりだと思いますんで、まさにね、私もそうですけども、まあナミさんもね、同じような年代として、まあうってつけの商品をどんどん世に送り出してくれるわけですよね。で、今回お話したいのは、まあそれに備えてなんですよ。やっぱり人の行動を変えるのってのは、どんな情報か、言ってみればどんな言葉かということになります。ですんで、自分に最適な言葉を見つけ出して、その言葉によって自らをね、形作っていく、動機作っていくっていうのが非常に重要だと思います。その意味で言うと、ナミさんの打ち出されたスタート100っていうのはですね、まあ、かなり2024年のバックグラウンドに力を発揮してくれるんじゃないかなと私も思ってるんですね。で、私のね、中で、まあ、これは世にある名言ではないんですけども、速稼塾の中の名言なんですけどもね、まあ、私が自分で名言っていうのもあれなんですけども、座右の銘と言っておきましょうか。一つ紹介するとしたら、やる以上は成功させるって言葉があるんですよ。ね、やる以上は成功させる。これシンプルですけども、多くの人がそう思っていてそうなってないでしょ。うん。でも、成功させるためには、いくつかのルートがあって、そのルートを見つけられないまんま、日時を過ごしていっても、これは成功にはね、たどり着かないんですよ。ですので、成功しようと思ったら、確実に、その目標に達するためのね、最短距離でなくてもいいんで、ルートをいくつか見つけていくことが必要になってきます。例えばビジネスです。ビジネスにおいて成功しようと思ったら、必ず必要なのは商品になってきますよね。商品と引き換えにお金をいただくわけですから。で、商品と引き換えにお金をいただく行為を、セールスというふうに言いますよね。だからセールスが二つ目に大事な要素になってきます。商品、セールスです。残り、大事な要素が一つあります。それは何かっていうと、お客様の存在、つまり集客ができていますかってことなんですよ。集客は主に自分のメディアを作ってそこに発信していますかってことになります。ね、例えば YouTube チャンネルを新しく開設して、そこに一定の情報を発信していくと、その情報に興味がある方が再生数っていうものを作ってくれます。チャンネル登録も起きてきます。これがマーケットってものなんですよ。このマーケットに関して自分の商品を紹介して、さらにはいくらですよと販売していく。ね。集客、商品、販売。この3つが合わさった時にビジネスは成功させるわけなんですよ。こういうふうなルートを作れば、まさにやる以上は成功させるが成功するわけなんですよね。だから最初は掛け声なんですよ。やる以上は成功させるぞ。おーって掛け声なんですよ。じゃあその掛け声をどのように具体的な行動に起こしていくかってことを、これからね、ビジネスのスクールとして考えていくということになります。それがだからビジネスの教育を受けるということですよね。しかしですね、ビジネスの教育を受けてるだけでも、教科書をずっと読んでいてもつまんないんですよ。じゃあそれを何の目的でやるのかってことですよね。おそらく皆さんが中学高校の時に勉強したのも、期末試験中間テストっていうものがあったから勉強したと思いますし、単純に勉強に対する知識好奇心っていうのもあったかもしれません。しかし、その勉強の成果っていうのは世の中に認めてもらわないといけないんですよね。そのためにやるのが試験であり、体験であったりするわけですよ。まあですんでね、やる以上は成功させるっていう言葉を今日は中心においてお話をしましたけども、じゃあ何をもって成功なのかってことを決めなければなりませんよね。だから一つの書き声の中から具体的に何をするべきかってことを導き出していく、その地図の書き方をビジネスのスクールで学んでいきましょうってことになります。じゃあ今日はですね、ビジネススクールで学んでいくことの一番最初にある
じゃあ掛け声によって、じゃあ学んでいくぞっていうのね、動機づけをするためにこのスタート100っていうのが2024年に大事なんじゃないかなってことをね、解説させてもらいました。多少分かりにくかった部分はあったと思いますけども、ご容赦いただければと思います。これからもね、スタート100についての紹介動画作っていきますんで、ナミさん、そして皆さん、よろしくお願いします。いってらっしゃい。